家庭型体験活動紹介チャンネル、体験ちゃん。体験の風を起こそう運動応援団の大友愛です。今日はご家庭で簡単にできるボールを使った運動をご紹介していきたいと思います。まずはじめにボールを使ったストレッチをご紹介したいと思います。体を動かす機会が減っていた中、お家の中でも簡単にできるものを一つご紹介したいと思います。では始めます。足を開脚に開いて、ボールを体の周り、ボール転がします。ぐるっと回していきます。内側の筋肉がすごい伸びてる感じがすると思うので、これを同じ方向5周ずつやってもらって、で体の柔らかい方はもっと遠めで、私はちょっと固めなんですけど、遠めでぐーっと回してもらうと、さらに内ももとこの外側も伸びていきます。でこれを右5周左5周をやってみてください。次はボールを使った腹筋をやっていきたいと思います。ご家庭にボールがなくても、ぬいぐるみだったりクッションだったり家にあるものでやれるトレーニングなので、皆さんもぜひやってみてください。それでは始めていきます。これは2人組でやってもらうので、お家のお父さんやお母さんに手伝ってもらってやってみてください。で立っている方がボールを投げて、後ろに引きで床をタッチしてまた出す。これを10回、2セットぐらいできるのが理想ですね。でこれじゃ簡単だよっていう方は、足をここ90度に振ってもらって、この状態をキープしてボールを投げてもらいます。こうするとちょっと腹筋がだいぶ使われるので、投げてもらった時にこう足が上がってしまったりせずに、しっかりここでキープしながら投げるのがポイントになります。続いては、さっきはまっすぐな腹筋運動だったんですが、今度は横を使った腹筋をしていきます。まずは最初と同じで、足をついた状態でボールを横から投げてもらいます。タッチで返します。タッチで返します。これも10回2セットぐらいが理想です。でこれだけじゃ物足りないよっていう方は、先ほどと一緒、この角度を90度キープした状態で投げます。この時もこうやってグラ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 しないように、キープした状態でしっかりタッチタッチ、これを10回2セット。次は反対いきます。足をついた状態と、もっとレベルアップしてやりたいよっていう方は、足を先ほどと一緒に90度に上げて床にタッチ返す、タッチ返す。この時もボールと一緒に体がこう斜めになったり、返す時にこっちによいしょってこう倒れてしまったりしないように、キープした状態でしっかり相手にボールを返してください。次はボールを使った腕立て伏せをやっていきたいと思います。ボールを右手に置いて、足はまっすぐ、反対にボールを移動させます。これを10回繰り返してください。でもっとレベル高くやりたいよっていう方は、私は膝をついた状態でやるんですが、一度腕立てを入れてボールをチェンジ、できる方は膝をつかないでまっすぐな状態でトライしてみてください。私はできません。しっかり体幹をキープした状態で移動します。これも10回で、膝ちょっとついた状態で腕立て伏せをしてボールを転がす。これはスピードが重視なものではないので、正確にしっかり下げてやるっていうことを意識してやってください。今回は4種類のボールの使ったトレーニングをご紹介しました。コロナの中でなかなか思うようにスポーツができませんが、できない中でもやれることはたくさんあると思います。その一つとして今回は体幹を鍛えるという動きを取り入れてみました。
体幹を鍛えるということは怪我をしづらい体を作るということにつながるので、一緒に動画を見ながら頑張ってほしいと思います。お父さんやお母さんもお子さんとコミュニケーションを取りながら楽しい時間を過ごしてほしいと思います。まだまだこの状況が苦しい状態は続いておりますが、皆さんで乗り切って頑張っていきましょう。